廃車となった和風29000系の駅舎への転用例。国鉄和風29000系貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した有害緩急貨車である。本形式は、1954年に日本車両製造本店で100両が製造された7トン石2軸有害緩急車である。太平洋戦争後、国鉄では、 車掌車としてよ3500型が製造されていたが、地方選挙では、牽引定数の関係から、有害関係者が求められておりその要求に応える、形で製造されたのが、本形式である。和風2万5000系の流れを組む、貨物室重視の設計であるが、車掌の執務環境改善のため、荷重を同形式の8トンから1トン減らし、車掌室を拡大した。 そのため、予3500型とは異なり、車掌室に出入台が設置されておらず、車掌室の妻面中央部に窓1枚、側面には窓2枚と乗務員用の開き戸が設けられている。また、側窓にはユニットサッシュの考え方が取り入れられている。車掌室の屋根上にはガーランド型通風機が1個設けられている。車体は構成で、 大枠ともども溶接組み立てとなっている。貨物室には幅1 4 0 0ト、mm、ルの構成変引き度が一箇所に設けられている。走り装置の軸場熱流けはリンク式で最高運転速度は時速6 5トル車軸は12トン長軸である。過失の寸法は長さミリメートル幅ミリメートル高さミリメートル 床面積9.7平方メートル、容積21.3立方メートルである。全長は7850ミリメートル、全幅は2480ミリメートル、全高は3710ミリメートル、軸距は4200ミリメートル、自長は9.7トンで、車軸位置は貨物室側にオフセットしてあり、車掌室側のオーバーハングは1650ミリメートル、 貨物室側のオーバーハングは 1200mm である。しかしながら、車掌室の執務環境が悪いため、和風2万5000系の近代化改造による、和風3万5000系化改造が終了した1966年、本形式の近代化改造が実施され、全百両が和風2万9500型に準じた、出入台付きの車体に一新された。これにより、 貨物室を縮小して5トン積みとし、その分車消失を拡大して、電灯装置とストーブを取り付けた。この改造により、貨物室の長さは 3040mm、床面積は6.8平方メートル、容積は15.0立方メートル、地上は10.5トンとなった。同時に走り装置も2段リンク式に改造して、最高運転速度は時速 75km に向上した。 なお、この改造に伴う改版は実施されていない。本形式は他の有害関係者と共に全国で使用されたが、1985年3月14日のダイヤ改正で貨物列車への車掌車連結が廃止されたのに伴って用途を失い、1986年までに全車廃車となった。廃車後、和布29,041が長らく、 宇都宮貨物ターミナル駅構内に放置されていたが、2011年に若狭線に SL 遺産保存会が購入し、鳥取県矢津郡野津町の船岡竹林公園に保存されている。ありがとうございます。